もっともっと竹もっと、パーン。何これ？こんなん笑う。壮絶な最後。売ってちょうだい。ハロウィンのガチ勢。怖えよ。怖。子供なく。インスタ映えしますわ。ルイ・ヴィトン？バラ。ミトン？おもろ。非常食にもなります。辰年元旦。かっけえ。すごい。ミラクルー。かっこいい。男子100メートル富士夕方。ふ。おもしれえ。増えた。富士夕方。あえて加工、保存用。保存用。かわいい。肉球すげえ。保存した。ちょ、近くね。顔。言ってる。面白い。目がやばい。高い高いしてもらおうか。うめえ。こわ。わろた。面白い。いつも先走りがちなレッド。わろた。やべえ。画像が。画像の威力。わあ、こりゃ大変だ。わあ。だねえ。かる。他人ごと。フルカウントか。うまい。やばいな。まだノーアウト。真面目にやれ。パンパカパン。黙れ。じわる？増えてしまった。やかましすぎる。ウルトラマン多分。うまい。受けた。違和感ない。じわじわ面白い。剣はまだある。すげえ。諦めろ。つわものだな。剣って。詳しいです。増えた。やかましい。さすが。攻撃力が半端ない。ニトリ。もう一羽乗るとサントリーやな。ふっ。お値段以上。うまい。ダーツの旅。すげえな。無駄に壮大。スケールがでかい。ダーツでけえ。やめたまえ君たち。紳士か。増えた。真面目か。爆笑しかない。サビで歌わなーい。なんか草。歌えよ。癖が強い。坊主が謎。被弾した炊き出した飲む。増えた。カオス。わろた。画像がずるい。新しい、パパが来た。やめえ。何人目？うわぁ。希望のパパ。飲んだら減るの？減るんです。なんだと。バカ。入れると増えるぞ。怪人の汁つけただろ？小学生か。汁？表情が好き。エキス。にゃんってこった。もう助からないにゃ。パンにゃこった。それな。かわいい。全国屈指の帰宅部員たち。帰宅部。すげえ。強豪。つぼった。焼きマシュマロが楽しい。わろた。美味しそう。ギャップが。顔が真剣やな。水泳時夕方絶対王者。最強。水泳とは。誰も勝てない。限度があるから。食べる？鬼で草。な、何プレイ？君をいただこうか。サイコパスお姉さん。ビーズ？もう過去の話ですから。増えた。失気した。ウルトラソン。置いたんだ。幅高さ幅高さ幅。謎すぎる。わろた。面白い。爆破の意味。多分生地は刀抜けないだろう。顔。細かい。抜いてやれよ。確かに。これでワンアウト二塁にします。バント。かっけえ。職人。ベテランですわ。レンガの家でも、ダメでした。怖い。ダメだったか。刺激。食われた。工事中？知るか。わろた。おもろ。工事中。昔これ持ってた。ほう。ここも割れとるな。キモすぎ。エロジジイ。やめろ。最低かよ。あれがタケノコの里だ。キノコ群。すごい。わろた。どうしようってんだ。目からろだけ落ちた。好き。うまい。シンプルでいいな。拍手送りたいレベル。日光。晴天。これ以外ない定期。シンプルでじわる。出落ち。命こい。殺し屋。こんにちは言うても効かないでな。うまい。言ってる場合か。オセロで4つ角を取った。増えた。この顔は草。ドヤ顔やんけ。ガチ架空とか言ってそう。私がエルです。ガチもんじゃねえか。ですの。なんかこんな感じだ。これは。唐揚げかと思った。ガチで。私も。思った。唐揚げに見える。うまそうまで思ったわ。俺はなんでブルマ履いとるんや。確かに。胸はロタ。右つまむな。ほんとだ。しょうもない遅刻の言い訳。終わった。首だな。収集つかない。いやこれはひどい。
え？この人たちじゃない？わろた。ですね。まずいだろ。これは行きましたな。L です。画像がずるい。お前はそれでいいのかよ。だろうな。L って認めちゃった。多分今日だよね。わろた。把握してないんか。ちゃんと確認しろ。勘でワウトか。赤いところは皮を剥ぐね。チータレルやんけ。血の丸。なんでやねん。怖えよ。張り詰めたー弓の黙れこそー。じわじわ来る。顔。これが勇者か。空振りするたびに笑い転げる。むなしい。うざい？バッターの顔が。これは殴られる。食べ放題の札隠せ。真ん中。強そう。ダベンジャーズ。真ん中やばい。めっちゃ楽しい溶接めっちゃ楽しい。顔が。アホか。天才か。メガネはロタ。老人と。餅。死ってそういうことじゃねえよ。待て待て待て。混ぜるな危険。予算か。過去の栄光を語る、年老いたルフィ。わかる。面白。なんかいいね。後ろ姿なのがいい。三塁コーチャーのファールの避け方が神業。わかる。いる。似てる。めっちゃスコ。プロジェクターの前に立つんじゃない。あるある。怖い。こうなるな。耳なし方一案。タイトル、うちのお母さん。怖すぎる。気絶するわ。ポップですな。はは、ほう。爪合わせ。これが少なの指か。爪と爪がかかってるのか。怖えよ。嫌だな。大変申し訳ございません。おう。舐めてる。クレーム増えそう。スタイリッシュ謝罪。泣き声はする近くにいるはずだ。目の前に。うまい。東大元暮らし。そりゃするわ。ここにタイトルが入るんじゃ。広島弁。入れろよ。何その下り顔。これは面白い。では機械のキスを。おめでとう。見たくねえ。どこでやっとんねん。登場人物全員男。近い。じい。ごもっとも。増えた。絶対言ってるだろこれ。攻撃力アップ防御力アップ。増えた。アホすぎ。防御力。画像の破壊力。ツルとか助けてねえし。わろた。ツンデレ。ツンデレか。ツルの間違い恩返し。これでも無遅刻無欠席。真面目やん。笑える。いい子なんです。見た目で判断しちゃいかん。本当に急いでるときは飛べることを忘れがち。おもろい。よくあること。走ってるねー。忘れがち。それでは走塁妨害について説明するよ。ジーン。帰れ。増えた。何者だよ。正解は、立てるでした。表情が。ムカつく。独特の空気感。問題はなんじゃい。この国のホッケの数が減るわね。正論。確かに。そうね確信。それはそう。プリッキュアプリッキュア着信音。恥ずかしい。大学生活終わった。冷ややかな目。周りの目が痛い。やめるからやめるからセーブだけさせて。あるね。やばい。締め技。昔よくあったなぁ。会場を間違え中継で戦う二人。アホだ。意味ねえよ。これはツボ。パントマイム。学徒を騙せた。やるやん。そりゃ嬉しいわ。大悟。どんだけ技術高いんだ。なぜ？かいやじゃない。裸よりヤバい王様。なんか目覚めちゃった。おい。興奮してるよね。にはサボるとこうなる。溜まってる。きついな。順番に相手するから。夏休みの宿題か。パパー、どうしたの？イワーク化して。増えた。イワーク。似てるかも。完全にたけし。爪楊枝で食べる30円くらいのあれ。わかるわ。あれね。懐かしい。あれの名前わからん。走るために今日はもう寝るよ。グッナイ。グッナイ。いいね。鹿の顔よ。最強。金なら解散。最悪かよ。この顔である。脱税王さすが。US 案。あーお腹すいた。モス行こうっと。転がれる。トラウマ。怖。お嬢ちゃん逃げろ。キャベツ太郎。あらかわいい。キャベツのクロス。かわいいは正義だな。かわいいけどこれ白菜じゃね。た。いきく。引き出しネタでありそう。
田中。これ番組内にあっても違和感ない。デデン。これ頑張ってもダメなやつだ。後ろ後ろ。すがすがしい笑顔。逃げるんだよ。勝てないやつな。ノルウェーのチークガング。教養を感じるボケ。これ楽しいかな。欲しい。遊び方がわからん。娘さんを返品させてください。新たなやり方。バカ野郎。食い取る。よく言えた。妹の記憶、兄の記憶。やべえ増えた。兄。笑った。色変えただけでこんな怖いとは。マジだってこんな高さからオリーブオイルをさ。あいつか。わろた。だよな。おいオリーブ。この後。片付けが大変。でしょうな。確かに。お腹痛い。ごもっとも。月に一回、ルンバの功績を称える。おもろい。わっしょい。ルンバを喜び。いい子いい子。頼む、間に合ってくれ。平和だ。本気かよ。お腹痛いわ。走った方が早いわ。じゃあ化け物。お互いに少し待て。同じやろ。同時に叫んでるのかわら。どっちも化け物。仮面しか持ってないけど多分大丈夫だ。よくない。わろた。ダメだ。多分大丈夫だ。兄より優れた妹など必要ない。何があった？死神ドライダーク。ジャギーモン。ええ。スカスカやねん、安全装置スッカスカやねん。顔。わろた。絶望感よ。そんな顔するわな。目的地に設定された。ピンザ。公園かな？わろた。二つ目の眉毛、左方向です。見てないけど多分ボヘミアン・ラプソディ。似てはいる。じわる。大体合ってる。そう、多分それ。試しにカメハメハしたら出た。出せそう。大発見。できそうではあるな。カメハメハじゃねえから。自転車。伸びてんな。なるほど。芯の中だけ長いからな。こんな発想力が欲しい。装着。守備力が1上がった。顔。シュール。笑った。ドヤ顔がムカつく。こんなにたくさんのあんこ食べきれないよ。多すぎ。なんで食べる？それはあんこやない。食べなくていいよ。門限あり。お題よ。やりおる。もうネタが面白い。このお題よく覚えてる。放送当時超増えた。たまりにたまったププッピドが爆発したマリリン。これは毛深い。何このセンス。ププッピド。2週間ぶりに大量に出た。これは草。テオポンスな。2週間ぶり。体とほぼ同じ大きさ。うなされる。三塁コーチャー。わろた。何があった？回れ回れ。本塁行けるぞ。シルバニアファミリーに仲間ができたよ。ごっつ。いかつすぎる。濃すぎるわ。裏社会のファミリーだよ。友達ん家のカーテンの柄近くで見たらキモい。センスが。欲しい。なんだこのカーテン。しんど。おいこらそこのタバコおっさんをポイ捨てするな。逆やろ。そっちかよ。まさかの。いい感じで皮肉。君がそばで。僕はうどん。こんなので。カレーうどんで。じゃあラーメンで。わしはきしめん。それさ多分ドラレコじゃなくてドラ猫じゃないかな。面白い。うまい。間違いない。だいぶ猫だ。弓を忘れてやることがない。確かにないな。なんかセンスがシュール。せめて反省して。帰れ。1たす1は、3。一瞬で顔がバカっぽく見えてきた。これは、じわじわくる。シンプルで好き。卒業証書。PDF 形式。今風。JPG でいいよ。扱いづらい。いやー便利ですなー。第7は、タコの酢のもの。いらんわ。美味しいよね。どんな話や。第7話って。あいたたた。寝違えちゃった。いやあ。寝違えレベル99。カオス。おかしいやろ。牛。ガエル入り。今や帰って高い。鶏肉みたいなもんやで。高値つくわ。嫌です。町の被害額を見た。メガテン。そりゃメガネもぶっ飛ぶわ。そんなん知らんもん。メガテンとはこのこと。デリヘルの送迎。犯罪。デリバリーじゃない。キッザニアで訓練受けたんかな。チェンジで。近
副将カエルの奴らどこに逃げやがった。後ろ。カエル勝利。童話の世界だな。しっこい出すなよ。魚を食べたいのでください。知るか。切実。市役所。海なし県の叫び。植木鉢から抜かれてすぐ。これは確かにめちゃくちゃ笑いました。早く植え替えなきゃね。フォルムがな。星ついた。年相応の余裕と少年のような屈託のなさを感じる。嬉しそう。いい顔。よかったね。前ダリ後ろダレ。ダリだよあいつ。ダリなんだ、あんだ一体。野田クリスタルなのだ。ふふってなった。飛び降りようとしてる人がいたので近くのデブをクッションに使う。うわ。ひでえ。鬼畜。おめえら鬼か。立とうとするたび、拡散が陰謀をちらつかせる。鬼か。爆笑。受けた。もう許してやれよ。まるちゃん、私だよ。たまえだよ。増えた。うわぎうわぎ。あんたまるだしだよ。野生のたまちゃん。実況、おっとここで異様をつく二類牽制。僕だろ。サウスポー。すげえ投げ方。顔やべえ。正々堂々。知るか。勝てば正義。ヒーローとは。勝者こそ正義。ショッカーの方が体格いい。つる、だから開けるなと言ったじゃろ。がっかり。髪がつるって。職人の手。頭のことだったのか。はぁ、あ、はぁ、あ。息切れしとんね。後方後方マスク湿度 90%。マスク取れよ。スーツきついのかな。ペットと違って働かねえと食っていけねえんだよ。キリ。偉いぞ。せちがらいな。言ってる感がない。自転車に乗っている時に自転車を盗まれた。つぼった。くそ。なんかわろた。取る方がすごいわ。え、シャリ抜きって言ったのに。くそつらそうでくさ。これくらい許してやれよ。たった一粒じゃん。罰ゲームか。メガネなくしたので買いに来た。い、鏡見ろ。乗ってる乗ってる。ベタすぎ。店員さんも苦笑い。会社遅刻だと思ったらすぐに非常停止ボタン。なるほど。いいね。周り巻き込むな。今度使おう。グリー世界中の子供に課金させた兄弟。うまいな。最低か。極悪すぎる。悪そうな顔や。きっちり泥棒にとどめを刺すタイプのホームアローン。怖いわ。顔怖いよ。バーナーって。続編でないね。我が名はたけし。体にいいものを食べてるよ。コナーくん。つぼった。我が名はたけし。いやコナーでしょ。たまにピッチャーがマシュマロを投げてくるので、それは食べる。それは。わろた。器用。届かなくね。水道水じゃねえかよ。なんかかわいい。ごくごく飲んでからの、だな。ふぐふぐ。画像の時点でもうね。吸いすぎるとガンになる。これはもっと広まるべき。うめえ。ガンとガンがかけられてる。そういう画像じゃねえか。呪いに聞いたよ。深夜アニメリング。ぜひぜひ。いつから放送ですか。これはありそう。呪いに来てください。いや危ないところだった。どこがだよ。確かに運転手は無事そうだ。全然アウト。こやつを捕まえろ。この道具で戦うのは10年ぶりね。これ何者。絶対強いわ。これは強い。ちくわを選択して草台。じわじわ来る。な、難易度高いな。デジタルと崩壊。すべてが違う。そこの君、ちょっとこっちに来たまえ選手権。なぜ水着選手権。こうしても。それにしか見えない。盗んだのは、ルイではなく彼のハートでした。ダメだよ。ハートって。青春っていいね。いい写真だな。あらゆるものが、お釈迦になる、ぶった切り。うま。キレキレ。なんだこれ。すべてが好き。やめてください。同情はいりません。豆をくれ。どういう状況？鳩に別に同情しないだろ。家なき子かよ。人類最終兵器。タコさんウインナー。増えた。爆笑。くそわろた。最終兵器。すいません、シート倒してもいいですか？思いっきり倒してください。こっちおいで。いいよ。お膝に座る？畜生、あの猫目どこに行きやがった？そこ。擬態する猫。違和感なくてくさ。一瞬わかんなかった。
匠にありがとうございますって伝えてください。匠。開放的。やばすぎる。なんということでしょう。雨の日に外に落ちてるエロ本。まさに。分厚いな。最近見ないな。別にエロ本じゃなくてもよかったろ。またかよと思われる CM ランキング1位。1万円にします。すごーい。ありがとう社長。すごい好き。歩きタバコに油をかける遊びを子供たちに教える。つえ？最高。最高の遊びや。これぞバーニング。お。金払え、以上。結構来るね。これは不意打ちやわ。直球。もう怖くて見取り行けない。初めてエロ本を見る少年。増えた。エロ本が輝いてるぞ。画像が主張です。刺激的だったんだろうな。だからあれほど中でヘをこくなと。それはきつい。それは大変だ。めっちゃ増えた。先輩の言うことは聞くもんやで。お互い喧嘩したことないから、胸ぐらのつかみ方が遠慮がち。これは。笑った。そこっそ。余った方の手の位置。グラブ忘れたことを言い出せないままワンアウト一二塁。わろた。ドキドキやな。しょんぼり感。これは言い出せない。みんなこいつ中学までおねしょしてたらし、わろた。あるある。これよくやるわ。めっちゃ面白い。ジージとバーバの。最後のお使い。最後の。見守ってるのに。年金全部使いや。そして、帰ってこなかった。妻何か私に隠してることない？ないよ。これが奴のスタンド。心の顔が。ありませんやべえ。戦うのがめんどくさくなったから敵の猫耳放火。けど、ひどい。どっちが悪だよ。思考回路やべえ。みんなの力で道路をきれいに。お前らやっとけよ。この子の将来が心配。この顔草。言ってるわ。ムカつく。お、なんだいじろじろ見やがって。通報すっぞ。こっちのセリフ。クソワロ。あなたです。これは卑怯だろ。いくらでも食べ物あるくせに遊びでワカサギ釣るのやめてもらえる？確かに。ごめんね。怒ってる。なんかごめん。垂れてるね。どの端末でも最適化されてるのかすごく気になる。あ、なるほどそういうことね。ということ？通訳がマイク返してくれない。それにしか見えない。返したれや。通訳の独壇場になってる。通訳とは？ひまわり。ハムサムライかは。つまらぬものを切ってしまったのだ。可愛くてごめん。私は剣士が美味しくいただきました。怪しい猫なら向こうに行きましたよ。手落ちだろこれ。お前やー。怪しい。人間のふりしてやり過ごそうとしてます。ホリケン、竹豊、サバンナヤギ、レディーガガ。竹豊。うますぎる。じわじわくる。超面白い。俺の腕にアロンアルファ塗ったの誰？取れない。広範囲でくっついたな。なんで気づかないんだよ。本当に困ってそう。泣くな。よし、おじさんが鶴を打ってあげよう。いいやつ。じわる？あんま喜ばれないやつ。いらないグス。動物園に遅刻。通勤システムなんや。通いの家畜というパワーワード。お疲れ様です。引き迫る表情だな。自分と一緒に乗ると、常に非常ボタンに手を置いている。くそ。ちょっと嫌だ。泣いていいんだぞ。備えあれば。XL です。名前を書かれた人間は太るとかそういう感じかな。面白そう。君の立ち位置 L じゃないし。何これ。攻撃力、防御力を犠牲に素早さだけを上げたキャラ。わろた。くだらない。すぐやられる。やられに行ってる。教科書というものに乗ると聞いて緊張を隠せない面々。そわそわ。みんな近い。はしゃぎすぎ。表情硬いよ。仮病を使って休んだ日の昼くらいに来る罪悪感。それな。わかるわかる。懐かしい罪悪感。めっちゃ共感。定時で帰れた時の脳内。ブラック企業。DM ネットワークのゲットワイルドか。え、DMN？ わかるわ。上腕二頭筋股関節尾底骨上腕二頭筋おっぱい。くだらねえ。おい最後。やかましいわ。ピンクなぜ。最近、疲れているのかタバコ屋のおばちゃんが犬に見える。いや犬だよ。芝かわいい。気のせい。だって犬だもの。
リア充カップルとだるまさんが転んだをやったが、いちいち缶に触る。顔、腹立つな。ムカつく。どんまい。事故物件しか紹介しないクロスーも。ついに闇落ちか。大島てるじゃん。米花町かな。まだここにないであいれい。遊園地にある1回100円のに1万円入れたらこうなった。わろた。俺も乗りて。アトラクションかよ。絶叫系。ふーん。多分だけどお前が見たのスターウォーズじゃないぞ。わろた。絶対だ。全然違う作品。これは面白い。物覚えが悪いと言われて一言。初めて言われた。確かにそうや。もう仕方ないわ。重症やな。素晴らしい返し。コロッケに見えました。見えますね。コロッケまさかモノマネされる側になるとは。いくらなんでもそれはないでしょ。いくらかこれ。おまわりさん、アックスボンバー行くわよ。本当に落ち着け。ただのキチマルやんけ。おまわりさん冷静。破壊力ある。保育園で友達できたか。猫と仲良しなのね。なんか感動。猫の兄貴、男だな。言ってそうすぎる。正式限切り。バーンって出すなや。切れてない限りは切れんない。糸引いてないから大丈夫。嫌いな奴に食べさせろ。おめえの席ねえから持ってきてやったぞ。めっちゃ優しいやん。いい娘かよ。優しい世界。いじめから守ってくれてなく。ビンビンをつけたら面白いタイトルや名言。ミスタービンビンビーン。おもろいわら。クソッコンなので。増えた。ずるいわ。トマス・アキナスは神学大全を書いたときこう言いました。かけたぜ。軽い。いいね。シンプル。大阪のおっさんか。レア確定演出。赤つこい。テレビ放送だとなぜかズームアウトするシーン。UR うっちゃりレア。レジェンドの千代の富士来てくれ。原発を盾にするとか卑怯だぞウルトラマン。逆だろ。正義とは。悪はどっちだよ。勝つために手段は選ばん。に、煮るなり焼くなり大事に家で買うなり好きに仕上がれ。かわいい。言ってる顔。ごちそう。最後に願望。お隣さんなら2日前に飛んでいきましたよ。親切な猛禽類。逃走済み。夜逃げ。刑事ドラマあるある。タクシーが止まらない人。パトカーが止まりそう。だろうな。どうする、こうする。フリチン乗車されるからな。欲張りですね。もはやプールじゃないか。大概にせよ。ベランダの浴室は露天風呂感覚でいいね。くだらなすぎて。田中さん、 A 型の血入れてるけど何型でしたかね。おう、おう、やばい。ダメじゃねえか。確認してから入れろや。シンジ君、あなたもこれに乗るのよ。シンジ君逃げたい。も、いやだよ、こんなの乗りたくないよ。いつも変なん乗せられるな。悪い、ミスった。いつもミスドによって遅刻してくるレッド。ミスった。爆笑。うぜえ。かなりツボ。やだやだ、行きたくない、早く行きなさい。たくさんの患者さんが待ってるのよ。マザコン。お前かい。そっちかよ。医者かよ。やめろよ、戦う以外にももっとこうあるだろう。お前それ言いたいだけだろ。ウケる。くそ。ドヤ顔感。ツッコミ。敵軍に忍び込んで一つだけからしを大量に入れる。いたずらか。作戦ですね。有能なバカ。才能の無駄遣い。ジラと戦いたい。泣くな泣くな。ゴジラ逃げるんだ、勝てるわけがない。それで泣くの。泣いてまでやりたいとは。さてと、これから嫁の洗濯物を台無しにしようかね。ババア。ふざけんな。中身は醤油。嫁、あんのババア。買ってほしいおもちゃがあるときはこれくらいの高さでお父さんのここをこうよ。急所。痛い。逆効果では教えちゃいかん。畜生怪人のやつ、お前の顔を見て笑い転げてるぞ。勝負あり。最後の草。お前も相当。お前の角もだよ。小ネタパン生地は、一晩寝かせます。白いパンダのやつが焼き上がるで。かわいい。寝かせる物理。柔らかくて美味しそう。初めて肛門で遊んでみた感想。ああなるとは思わなかった。わろた。うまい。バカタレ。あかんって。
これが例えば赤だとしますよね。こういうのほんと好き。あ、え？あ、はい。例えなくても赤だな。なるほど、続けろ。高橋くん、もうすぐ。ご飯炊けるからね。やばい。炊飯器。声出して笑ったわ。米が好きそうな顔。誕生日パーティーに春日しか来てくれなかった。春日に失礼だろう。これは悲しい。めっちゃいいやつじゃん。そこはありがとうだろ。家事の三原則、お菓子。おお、家事や、シャメシャメ。おいこら。いるいる。うまい。ヤジ馬の三原則やないかい。魚を焼いてたら背後から何かが近づいてくる。かわいい。面白いな。何かがって。これより台所への潜入を試みる。こんな村嫌だ。テレビもねえ、ラジオもねえ。みんなをねえ。あらやだ。リズムが。もうやだ。かまばっか王国。耳なし法一の怖いところ。タイトルでネタバレしてるとこ。好き。確かに。その通り。怖いなぁ怖いなぁ。助け呼んでくれ。忘れないでお前たちのこと。表情が。助けてあげて。なんで上履き。後ろの奴ら笑顔。火曜日から水曜日へ。切り替わるとこ初めて見た。毎日大変やな。木曜はグルートになりそうだな。花金とかすごそう。生まれて初めて目薬を刺す石川くんを全力で応援。目薬ずれてる。左下どうした？下手すぎて。どこに刺す気だよ。ええー、俺も男だ。煮るなり焼くなりモフモフするなり抱っこするなり好きにしろい。モフモフ。なでなでは？なんて平和な。言ってる。月曜から夜更かしみたいな言葉。寝る前からおもらし。クソワロ。面白い。漏らしたらあかん。ただの失禁。すぐに救急車をお願いします。ガチの通報初めてです。興奮してます。焦ってる。興奮。知らんわ。早くしろー。コナンが瞑想し始めた。犯人はこの中築地にいる。スーパーとかいう死体置き場。これは名探偵。これは伸びると思う。貴様弁慶だな。イエスイエス。かくいう貴様はキリスト。二人の出会いに後ろが感動してる。どういう関係なんだよ。おめでとうございます。あちがご愁傷様です。天才。くっそわろた。まずも服に着替えようか。やっちゃいけない間違いだね。必ず帰ってくる。それは宇宙を超えた親子の約束。いってらー。ら軽い。いってらー。ノリ軽いな。話し合ってても拉致やかねえわ。全員まとめてかかってこい。圧倒的強者感。なんと男気のある。強えな。かっけえ。ちょっ攻めて立とう。フォークダンス嫌なのわかるけど、攻めて立とう。めっちゃ嫌。かわいそう。どんだけ嫌なん。なえるわ。読み。竜宮詰め。よく考えましたね。天皇大喜利でも出てきそうな回答。まあそんな状態のことを鬼滅というのよな。もうたくさんだ。一家全滅。こたつの中はたまりにたまった致死量の部だった。わろた。おもろ。見た瞬間増えた。どんな状況なんだよ。変身の仕方がわからないからとりあえずいろいろ試す。画像。髪型やべえな。画像が卑怯すぎる。何のための変身ベルトなの。目が見えません。人類で初めて太陽を双眼鏡で見た冒険家。増えたわ。バカでしょ。これはわろた。ただのバカじゃねえか。江戸時代のツイッター。かつぶしたったかかってこいよ綱吉。ありそう。処されるで。笑いが止まんねえ。バカッターや。誰と誰ですか。ロバート・キャンベルとおばあさんです。ほんとだ。なんぞこの問題。おじいさんだけ具体的。もうそれにしか見えないくらいそっくり。兄と父といとこと仕事。右下は手を出さないと思う。どれも怪しい感じがするのは俺だけか？仕事。冗談の方が闇が深そう。僕は生まれながらの天才ではない？何か期待させてすまなんだ。謙虚。すまなんだ。うまい。かまへんかまへん。自分の指示した戦術を全く無視して大量得点し始めた。わろた。止まらない得点。立場台なし。思わずしゃくれた。大阪のおばちゃん第二形態。アメちゃんがペロペロキャンディーに進化してそう。第三形態が実に気になるねー。
写真がずるいわ。強そう。校長が足にタコができたとかいう雑談をしているが、心の底からどうでもいい。顔。これ好き。こいつらの顔。どうでもいい。熱いものがダメなのは猫舌、冷たいものがダメなのは。知覚過敏。そのまんま。真面目か。確かに。面白い。光る竹を見たときは、確定演出だと思った。ギャンブル依存症。まさかの UR? かぐや姫ガチャ。ダメだこいつ。俺に夢はないでもな。お前と違ってすぐに彼女はできる。埋めるぞ。うっせえよ。怪人並みだめ。名言が台無し。小さい秋が見つかりに来た。今年は見つかるのが遅かったんやな。思ったより小さくない。発想すげえな。なんか、思ってたんと違う。名前は?住所は?で、警察のコスプレはいつからやってんだ?笑った。そっちかよ。結構でか。そっちでしたか。やだ、審判イケメン。必死にレッドカード出しながら逃げる審判。溢れ出るお姉感。審判を追いかけ回しちゃいかんよ。テンション上がりすぎ。歯に挟まったニラが取れない。イライラするよね。あるある。昨日ニラ食って同じ顔になったわ。気づかれないようにしてるけど大抵バレてるよね。ここに置いてあった像を壊しちゃったので、真似てごまかしている。青いバッグに気が気になる。さすがにバレるだろ。無理がある。辛くない?だるまさんが転んだの軍用バージョン。ゲリラさんが動いたがさすがの緊張感。わろ。これはわろた。さすが。子供の遊びじゃねえ。スタッフが美味しくいただかれました。天国立ちうるの何体もりか。ある意味幸せ。骨だけが残されていたという。猛報が集まるんですね。絶対内緒にするから話してみろよ。絶対やだ。拡散されてまう。絶対爆音で喋るやん。お前の存在からしてもう信じられない。病名に一文字足してそんな病気を吹っ飛ばしてください。全速力。うまい。おーすごい。いいね。元気いっぱいだな。地震か雷かじ親父、みたいな言葉。資金足りないマジ終わり。うまい。わろた。座布団一枚。それ終わってる。怒りレベル星一つ寝坊した星二つ発注ミス、六つ。自分のミス。あるある。八つ当たりで草。本当にいるよな。やばすぎ。俺も混ぜてくれ。ミックスジュースで余ったイチゴが話しかけてきた。かわいい。上に乗せるんだ。あと緑と紫もいるぞ。イチゴはお高いから。地名、国名にアルファベット一文字足して面白くしてみてください。KUSA。草。やばい天才だ。KUSA。なるほど。かつてここはビッグモーターじゃった。世界観がナウシカ。目の敵にしてきた街路樹の方が反映してるね。とかに、やり返されてる?わろた。畜生、ジジイがボケて大雨に気づかねえ。しかも今日5回目の散歩だぞ。畜生。笑ったわ。畜生。ひどすぎる。頑張れー。一人くらい踏んじゃっても、もっとたくさんの命救ってるもんな。うん。そうだね。うん。じゃねえよ。放送事故。言い聞かせんな。だから緑の服は着てきちゃダメだと。透過してるぜ。よくテレビや YouTube で使う緑のあれね。クロマキー合成か。ガチャピンが事故ったやつ。無人島に遭難して1年、もうダメかと思ったら救助じゃなく応援が来た。いらん。違うそうじゃない。どうやって。助けろや。自習ライダー、ピンチコの近くにスタンドありますか?お楽しみに。いやいや後ろ。これはピンチ。駐禁取られてんぞ。持っていかれるぞ。初めておねしょしなかった日の朝、なんとなく昨日と景色が違って見えた。わろた。まだ夢だ。大人になったな。毎日おねしょ?まだ余力があった弁慶。まだ意識がはっきりしていた弁慶。多分弁慶。増えた。画像すげえ。海じゃねえか。せやな。北海道物産展 VS 山口物産展。うまい。結構勝負になりそうな。物産地。相方の平畑も忘れんといてや。さあ、洗うがいい。これは助けざるを得ない。目を見るまで気づかなかった。ポケ主に大変恐縮だか。お題がかわいすぎて星3つ。あざといな。
はい。娘メンタルすごすぎだろ。娘にレフェリーさせてどうするんじゃ。普段から子供と仲良くしておいた方が勝者やな。そのままプロレスごっこするの？いいニュース、彼女ができた。悪いニュース。一次元足りなかった。わろた。一次元か。前途点萌え。横線萌え。大丈夫ですか？ぐわって言えます？いやしなくていいだろ？ぐわー。声出して笑った。余裕あるだろお前。言えるんかい。何の確認？ボケてみんの構成比率が血も涙もない。え、こんなに女子がいたの？そうでもないで。無事し。これ赤いところ女子のふりした男子だからね。この文章を読んでいるということは、あなたは今バッターボックスに立とうとしているんでしょうね。続き。ボカン。だからなんだよ。くすっときた。伸びるカメレオン棒あるある。カメレオン棒という名前だと知らなかった。ええー。懐かしすぎ。俺知ってたぞ。ピロピロって呼んでた。ごめん。俺たち、二次元しか興味ないんで。しっかり見てからの。俺らからしたらお前たちも二次元だぞ。冷めた表情。なるほど。こいつ腹減ると金本智明みたいになるんだよ。変わりすぎバク。スニッカーズ。その発想はなかった。元は誰だったんだろう、斎藤明日香。みんな注目、こいつの好きな人は2組の、おいマジやめろって。よく男子やるよね。もうそれにしか見えない。あるある。走り方はロス。なぜ東大に入学したのか？近くにあったから。僕の夢の近くにね。どやー。畜生。かっけー。惚れました。スフレ、大きな。うねりを上げ、深淵なる闇から大量のスフレが発生するよ。増えた。スケール。まがまがしい。やばい。たい焼き屋の初日のバイト代が出た。次は銀行でバイトしてくださいな。1年後は1日365個だね。現物支給。ビズリーチすべし。なんでこのタイミングでバリウムなんですか？んなもん飲ますな。まあまあぐっとやってくださいよ。グラスに入れてるし意地悪すぎ。あ、ゲップしたらもういっぱいね。この後、こいつが裏切り。戦うイベントが発生するので先に装備を外しておいた。あるある。爆笑。発想がすごい。すごいわかる。アルチュークッキングの時間ら40は鍋に焼酎ぶっこんレイニルそしたら熱燗の缶レイヒック。アルチュー。やばいね。セベレケ。ロレツが。どいつもこいつも俺の誕生日にエロいことばっかりしやがって。ごめんなさい。そうだそうだ。そら怒る。言葉も面白いけど絵の力が強すぎる。会社にブレーキの調子が悪いから運転できないと言ったら、ほう、と言われた。ほう、圧力が、ベジータか。ほうじゃねえよ。いかいかない、の乗らない、大声を出す、すぐ逃げる、し。仕方なく乗る。乗んなや。ダメでしょ。台無し。なんでや。危険、寄りかからないでください、僕たち、時々。法的処置を取るよ。急に。マジか。時々。法的処置。禁煙3日目。禁煙してても吸いたいよ吸いたいよ禁煙してても吸いたいよ吸いたいよ。やばい禁断症状が。錯覚見えてますがな。勝手に誘惑されとる。パラシュートの不具合で亡くなった兄。片身のパラシュートを背負って今。ダイビング。やめておけ。優しい。あかんな。ひらかんだろうが。当店で使用している魚は、すべて死ぬまで生きていました。PS 釣るまで泳いでました。でしょうね。わろた。ウケる。新鮮。たくさん壊したね楽しかった？そういう時なんて言うのごめんなさい。素直。ほのぼの。反省会。平和的に解決。ナンパの仕方、1、海に出る。2、船に乗る。3、ナンパする。ナンパ。うまい。そっちのナンパか。事故ですね。遠くの親戚より近くの他人みたいなのをお願いします。遠くのトイレより近くの花瓶。やめえ。お花が。こら。それはダメだ。スエリクー。エリックです。ジオンくん。ジョンです。太郎くんテリーです。きっと、テリー。テリーなんだよ。もうむちゃくちゃ。
ソーセージとソーセージの違いは何？遺伝で煮るのがソーセージ、おでんで煮るのがソーセージ。うまい。山田くん1枚。衣いい。大喜利。やっと終わったよと思うもの。クリスマス。そして年末年始の準備が始まる。ふう。プレゼントだい、次はお年玉か。俺は独り身だけど好きだぞ、クリスマス。猫の手っつうのは本来忙しい時に貸すもんなんだがね。ふ、時代がこうさせちまったのかね、あらよっと。かっこいい。イケメンだな。あらよっと。かっけえ。学校も行かないで何してるの、うっせえババア。普段見落としがちな冊子の掃除してんだよ。優等生。偉いじゃん。じわじわ来る。学校行けよ。すまんが帰ってくれ。俺はもう二度と戦わない。そう娘に誓ったね。団子安っ。おい、あかん。大好物なんだね。いらっしゃいませ。お客様、お一人ぼっち様ですか？団体割引があるんやな。まず何の店だよ。いいえ、俺様の名はダイダラぼっち様だ。楽しそうだな。普通天井から落ちてくんのはたらいだろ。なんでペヤングソース焼きそば大盛りが落ちてくんだよ。すげえ。おもろい。正確に言うな。雑ないたずら。年上と交際した時あるある。喧嘩のたびに満州から引き上げる苦労に比べたら、年上、思ったより年齢差。親戚がたくさん集まったので覚えたてのげんこつ山のたぬきさんをご機嫌で披露する長男。最高。ご機嫌で。真剣だな。拍手してる。各界ってそういうことだったんすか？気づくの遅かったな。そうですよ、もともと。ググったらすごく納得した。段下土式では拘束されてノコギリで切られる。便器の底になんか変なのがいたが気にせず用を足す。こんな時でもかっこいい状太郎。不良の丸子座り。棒でついてひるませてからすればOK。ボブ。猫、本当に逃走してもバレないんだな。犬。大丈夫だ、ダミーはセットしてある。バレるわ。奥にダミー。なめんな。全然似てへん。どうでもいいけどすごい雑学。燃料は英語だと増えるだが使うと減る。ガチでどうでもいい。増える。当たり前体操。デイブスペクターが言いそうなギャグだな。ボケましておめでとうございます。ボケおめ星よろ。まさにボケてみんの鏡だわ。このくらいの勢いがちょうどいいね。新年早々いいボケを見た。初い。ナポレオンは、夜3時間しか眠らなかった。昼に5時間寝るらしい。凡人か。寝てるねー。何の情報だよ。あなたは何を言いたいのか。朝帰りで玄関開けたら、嫁がこの表情で立っていた。怖い怖い怖い。寝る前に見ちまった。これは相当おかん無理ですな。お化けの方がマシかもしれん。飯は米と水で作るもんだ。悪い水を使えば飯にその味が移って、バナナ味になる。そうはならんやろ。急になんなん。絶好のスイーツだよ。そんなバナナ。こいつさ、こう見えてめっちゃいいやつだから。人は見かけによらないよね。こんな見かけだけどいいやつ説。何飲みますボス。買ってきますぜ。おめえ小口すよろしくな。両親を一番に喜ばせたいんで、私が立てるのは黙っててもらえますか？あと喋れるのも。かわいい。喋れるのも。親孝行。交渉上手。水に濡れると溶ける傘のセールスマンになってください。勝手に傘持っていくバカに一泡吹かせられますよ。勝った。天才。欲しくなった。リアルにいいね。当店は、DH 製です。ご長打力のない方のご入店はお断りしています。ご長打力。厳しい。野球界。ふふってなった。ここは君みたいな太ってて、デコが広くて、メガネのジジイが来るとこではない。帰りたまえ。お前もな。ブーメラン。これは面白い。担当局ニュースに。1分足らずで話が終わるなんて、あんたのような人を待ってたんだ。歓迎するぜ。ようこそ新校長新校長。すげえ。羨ましい。クソワロ。それが大事。たくさんいる客の中でライブ中なぜか自分だけずっとスクリーンに映されてるので緊張して全然楽しめない。顔。固まってる。移動しろよ。これは嫌だ。他の地域では知られていない千葉独自のルールを教えてください。
調子に乗ってはいけない。実は一部はドイツ。濡れせんべい屋がメインのあの鉄道かな。うまい。なるほど。究極の緊張のほぐし方。お見またいと弓長。よく思いつくな。そういうことか。最初、気づかなかった。すごいボケだ。ようほぐれとるわい。テニス、バスケ、サッカー、野球、卓球、バドミントン、バレー。一気。種目。でもって暴動。案外危険なスポーツだよね。スポーツ感覚なの？店に入って2時間、注文も聞かれないままに閉店を迎えたが、まかない飯にわずかな望みを託す。呼べよ。おもろ。粘り強い。電気消されとる。この件は高電圧の電流を流すことによってプラズマを発。燃えてるちょま。ファイヤーソード。妥協はロタ。技名よ。ゴリ押した。切り替え早いな。デートに出かける前にもう一度鏡を見ましょう。現実の話ですか？あれ？俺の顔。そこからかよ。あっぶねえ、助かる。ダメだそんな悲しいこと言うな。人口は53万です。どう見てもそんなにいない。役所も公共機関もなく一軒家が延々と波んどるで。く、こいつまさか精霊指定都市か。だんだんそれっぽく見えてきた。ママ、ポケモン買ってくれた？ごめん、ポケモンと間違えて。過去モン買ってきちゃった、てへ。過去モン。くっそわろた。わざとだろ。確信犯。カンニングのジョンの隣に座ったやつが、他力本願のボブだったため、膠着状態が続く。アホや。じわる？ジレンマ。どっちも変わんねえじゃねえか。住んでしまったことは後から悔やんでもどうしようもないこと。朝は立つけど肝心な時に立たず。どんまい。役立たず。お気の毒。そういう時あるよな。エトと星座の二階級制覇に飽き足らず。血液型への参入の気を虎視眈々と伺う。犬。羊も犬も。血液型は諦めろ。犬、馴染みすぎだろ。ゴキブリ素手で捕まえたから早く騎手取ってめっちゃ動いてるから。いや、これもうつぶれてるやろ。は、早く早く騎手。手の中カサ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 。ギャー。怖いよ、会えて嬉しい、イライラするぜ、うふうふ、集中モード。クリリンのことか。スーパーサイヤ人。言ってる。なんかそれっぽい。声出してった。漢字を使ってかわいそうなドキュンネームを作ってくださいよ。みがなも。エルサ。エルサはマジで出そう。いそうだから困る。読みがななしだとどうなるんだろうな。夜中に吹いたはやめれ。ことわざにアルファベット一文字足して面白くしてみてください。地下2階から目薬。ニュートン力学。天才だな。どうやって。上昇気流をください。腹痛の時あるあるお願いします。トイレにこもり髪に今までした悪いことを償い、もう二度としないことを誓う。わかる。ねえよ。あるある。懺悔するよな。先生、私13歳くらいの女の子しか興味ないんです。なんかの病気でしょうか。風邪です。キモすぎ。先生。看護師の顔。焦点合ってねえぞ。あなたが天才だった頃のエピソードを教えてください。受精した。ほんま命がけだったな、あの頃は。生存競争の化け物。それ以上なことないよな。5億分の1の天才。ポケットモンスターを一瞬で終わらせてください。そこにわしが完成させたポケモン図鑑があるじゃろ。終わった。自慢かよ。甘やかしてるな。破壊力絶大。死亡フラグならぬ生存フラグを立ててください。この高さの崖から落ちたのだ。いかにやつとて生きてはおるまい。あるある。なるほど。うまい。生きてるパターンだね。一ボケ一星で1円もらえたらいいのにな。時給12円。私だったら今頃1億ぐらい。普通に働いた方がマシ。時給を増やそう。全然稼げなそう。生まれたのに全然泣かないので心配してたら、高倉健張りにぐっと涙をこらえてた。不器用な新生児。自分、不器用ですから。わろた。将来が楽しみ。一人でできるもん。ドキドキキッチンは、力士の一人で立てるもんに変更でごわす。ご了承ください。ごわす。わろた。ごわすはずるい。秀逸やと思う。
お前が悪いんだぞ。あんな作戦立てるから。ずるいぞ。君もノリノリだったじゃないか。ブラウン。背中って。これは言ってるな。完全にやらかしたな。自分がすぐ思い出せるような 2,3 パターンの中で回している。嫁で立たない時はどうしている？あるある。確かに困る。誰も傷つけないし。回すな回すな。渋谷スクランブル交差点。正岡式が配置され英語も交えながら注意を呼びかけ。何歳だよ。さすがベースボールの俳句を読んだ人、英語は得意。似てる。よくぞ気づきましたね。会議用弁当がちらっと見えた瞬間に拍手してしまい、慌てて、非常に良い意見ですね山下さんとごまかす。拍手。唐揚げ大盛り。山下すげえ。山下、まだ途中です。アンカーの篠原先輩が、イカそうめんと言いながら超遅いオリジナル A4 で戻ってきたので、ボーリングの球を落とす。わろた。ツッコミ。大怪我だろ。それにしか見えない。俺がゴール決めたら立てるように手術するんだぞって約束した選手が開始5秒で退場になった衝撃で立てた。増えた。よかったね。結果オーライ。それは立ってまうわ。貧血で全員分の装備が買えなかったパーティー。どういう集まりなのか気になりすぎる。まあ必要最低限は揃ってるし。女子陣営だけずるくて草。メガネ代が結構な割を占めてそう。社長、社員証を忘れた。新人警備員、入室できません。バカモンそいつがルパンだ。鈴木社長君は評価高いよ。やってもうたな。顔パスは社長でも微妙なライン。やめたまえ君たち亀をいじめてはいけないよ。いじめるのは己の肉体のみにしなさいそう。私のようにね、はっはっはっは。うぜえ。なんだこいつ。熱苦しい。熱苦しいマッチョ。一文字間違えると、とんでもないことになるヒット曲。もう薬なんてしない。もう薬なんてしないなんて、言わないよ絶対。訳って読むんやろな。したぜん。二回目ですが、何か？妻とだるまさんが転んだで楽しんでいた最中、急に、誰かさんの転んだとつぶやいた妻の後ろ姿に本物の鬼を見た。すげえ。うまい。粉砕すげえ。転んて。人類を滅ぼし、部屋を明るくして画面から離れてご覧ください。視聴するためのハードルが高すぎる。クソワロタ。腹筋つる。やりすぎじゃねえか。誰が見れんだよ。目的地までの料金が200円だったの280円の券を買ってしまったので、1割だけ体を外に出す。天才だわ。置いてこないと。通貨画像なに。乗り越ししろよ。俺は世界一のライフセーバーだ。前回はしくじってしまったが二度と俺の目の前で事故が起こらないとここに誓うよ。後ろ。後ろ後ろ。セーフなのか。しくじってる時点でアウト。信用できない言葉、もうけど返し、出血大サービス。5秒に1個売れた。全米が泣いただ。売れない日もある。はずなのに数ヶ月後にお値打ち価格ゼール。でも気になっちゃうんだよな。お願いトイレットペーパーは丸めて一度に流しますと詰まります。ジップに圧縮した状態で流してください。普通に捨てようね。溶けなくなるぞ。無理がある。より詰まるわ。お母さん、いちごパフェも頼んでいい？ダメよ、いくつになったと思ってるの？そうだよ父さん。してかわいい。別に大人が食ってもいいじゃん。そっちか。そのくらい許してあげて。2チャンネル風お題、歩いてる JC の肩を叩いて一番キモいこと言ったやつが優勝。はい、着賞したよ。聞いた瞬間ドン引きだよ。やべえそれは。うっわ。マジキモ、優勝。ほらね、直接鬼ヶ島に行って戦うより、サイバー攻撃で社会的に抹殺した方がよっぽど効率が良いんですよ。賢いな。怖いよ。頭脳派。何時代だよ。もしも江戸時代にカーナビがあったらどうなる？この先、100メートルの大名行列、図の高さにご注意ください。わろた。うまいわ。図が高い。頭の高さ。選手は全員80歳以上シルバーワールドカップでありがちなこと。サポーターの意味が少し違っている。うまい。なるほどね。少しどころではない。サポーターじゃなくてヘルパー。富士山で鷹に襲われ、ナスを投げて撃退する夢を見た。めでたいのかめでたくないのかよくわからない。
伝説になりそうな夢。まあ、初夢にちょうどいいもの見れたということで。盛りすぎでは。桃太郎が桃から生まれる鬼退治に向かう犬、猿、キジを仲間にする。念のためセーブ、鬼を倒す。ゲームか。するする。わかる。セーブしとかないと。ポクポクしながら。お供え物パクパクしたら檀家にバレて怒られた。ナム。南陽具、宝蓮毛具、下京もぐもぐ。ナムじゃねえわ。そりゃ怒られる。反省してないな。クソじじいめ、桃から人が生まれるわけないじゃろがい。わしと隣の松之助さんとの子じゃわい。松之助さん。この年で赤ちゃん産めるんか？いいセンスだ。高齢出産にも程がある。今の状況は？大騒ぎになっている。中学校の校門前にエロ本置いてみた。やらしい雰囲気にしてきたんか。冷静に状況確認してるのくさ。男子は大歓喜だな。思春期真っ盛り。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。献血で血を取られて貧血起こして自分の血を輸血される。迷惑。増えた。本末転倒。出て戻っただけやん。お昼時に慌てて注文を聞きに走る先輩と、味噌汁をお椀に注ぎまくる店長と、今日吉野家に入ったばかりの新人。わろた。動けよ。バイト初日あるある。使えねえ。プロゴルファー石川遼選手も受講中。英語圏に生まれるだけで英語は身につく。石川遼選手に何させてんだよ。当たり前だよな。受講とは一体何を受講するのか気になる。ねえゆか、僕と離れて寂しいかい？寂しいかい？そら、寂しいだろ。あ、怒らないで。僕も寂しかったよ。ペロペロ。来たねえ。病気。気違いやろ。狂ってやがる。合唱。甲をつまむ、額に甲をいただく、甲炉にくべる、合唱。笑いを取る。絶対やっちゃいけない場所で草。なな滑ってやばい雰囲気になる。大伸縮。葬式で笑いを取ろうとするな。ハーバー科学者、ユダヤ人への偏見から逃れるため、ユダヤ教から。西川貴則に改宗した。どういうこと？ミュージックカモン。生足魅惑のマーメイド。改宗レボリューション。20年前にこの場所での再会を誓ったジョンが現れない。噂では大幅な肉体改造をしたとかで楽しみにしていたのだが。秀才。後ろ後ろ。お前か。肉体改造物理。声をかけたらカナイじゃなくてクッパでなっていう話をカナイにしたらやっぱりクッパでな。とりあえず、カナイってデイジーだよね。出先で吹いたわ。結婚してたんかい。結局お前のカナイはクッパじゃないか。しゃっくりの止め方ランキング、1位、水を一気飲みする、2位、息を止める、145位。横隔膜を取る。すげえ。荒用事。最終手段すぎる。息できねえ。おっさん、大群、幼稚園の3つを使って文を作りなさい。幼稚園児の大群が、赤い服を着たおっさんにたかる。うまい。サンタクロース。メリークリスマス。おっさん逃げてー。畜生こんな時にこんな時に膝小僧が膝小僧が膝親父に、大丈夫か？暴れるのか？いいチコ飲ませるか？ダメ親父。どんなこと？余計暴れるぞ。なんでいいチコ？心霊スポットでしてはいけないことベスト3。3位、面白半分で行く。2位、クラクションを3回鳴らす。1位。核実験。わろた。除霊。場所関係ねえ。どこでもダメだ。一瞬すごいと思ったけどよくよく考えると当たり前なこと。俺の親父とお袋さ、実は血が繋がってないんだってさ。うまい。そりゃそうだ。なるほど。お、あ、あ。ねえ、どうして、すごくすごく好きなこと、ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル。教えてもらった番号にかけたのに違う人が出ちゃうんだろう。出ちゃう。騙された。あるある。これ好き。参ったな今さら。同窓会のクラス間違えたなんて言い出しにくいよ。知らん人ばっかり。まさか俺と同じ名字のカブラギが他にもいるなんて。俺以外にも影をなんて名字いたのかしかもようけ。逆に気まずくない。喧嘩、お父さんとお母さんは喧嘩をしていて口を聞きません。お母さんは、お父さんにお経をあげたりしています。口を聞きません物理。名作や。
世界が独特すぎる。途中経過はしょりすぎ。家賃全部ぶち込んだたかし、旦那の貯金使っちゃったあけみ。たかしの父であけみの夫。息子と妻に裏切られる一番かわいそうな人やん。あけみが、やばい。何この地獄絵図。一家仲良くギャンキョー。いで始まっていで終わる言葉。いらっしゃい、いい魚入ってるぜ、いいか握りやすかい。いいよいしょ、お待ちいらない。一気ー。勢い。狂った。どんな天然だよ。最後で増えた。すっごく魅力的な君に伝えたい、できることなら君とずっといたいから、す。グミ会員登録はこちら。早速登録してみた。まさかの加入。お金を払ってくれるあなたが。ありがちなやつだ。何の励みにもならない言葉をかけてください。頑張れ。わかる、他人事で応援する気ない人の言葉。もう頑張りきってんだよ。すでに頑張って限界の人には毒になる。実際、うつの相談とかだと禁句になってる。コメ欄に一番多く嫌だよ、と書かれたユーザーが優勝。あれ、あれなんだっけ？ほら、弓使って飛ばすやつや。やだよ。やだろ。大阪人は嫌やで。人見知り俺やだよ。底面が円の立体は？円柱、和洋。折衷、四角とマントルの境界は？モホロビチッチ不連続面。うますぎ。中関係ねえ。不意をつくな。最後が近いな。テロリストは3人組、銃で武装しているが、所詮は素人。俺たちの敵ではない。暗殺教室。お前らは何者だよ。お前らの方が強いんかい。モニター越し教官ま、これぐらいはできてもらわんとな。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。ディズニーで、老いた中と遠くの友達を呼んだら近くのチップが振り返った。中の人。やば。夢が壊れる。試してみるか。使い方が正しい方を丸で囲みなさい。2問目と4問目がわからない。カレーは飲み物だろ、いい加減にしろ。4問目わかんねえ、どっちもだろ。問題がややこしすぎて頭痛が痛くなってきた。コロコロの付録じゃん。ピーチ、ブルーハワイ、イチゴ、大貞治、レモン、5人揃って、かき氷んじゃー。電車の中で盛大に吹いたがな。ちょっと待て、ブラック。左から見てって王さんで盛大に吹いた。よく思いつくな。有名建築物をものすごく雑に表してください。長い城、なんなら長い壁。元祖作った人たちただの馬よけだったはずなのに、いつの間にか立派になって、なんならなんならがつぼった。ボーバンリの鶴を助けたその夜、やってきた女を止めてやると、翌朝家財道具とともに女は消えていました。鶴かと思ったら詐欺だった。なるほど。なら仕方ない。いや、泥棒やろ。カモにされたようだ。3月6日、僕は拾われた。暖かい室内に迎え入れられ、料理をご馳走になった。僕はポチさんに一生かけて恩を返すことを誓った。まさかの。お前かよ。そっちかよ。やられた。どうせすぐ辞めるだろうから遠目に取ったバイトが全員戦力に。まあ一人当たりの負担が減ればそやものになる人数も増えるわな。多すぎだろつか、動けや。気持ちはわかる。じわじわ調整するってことを知らんのか、この店長。小さい女の子がボロボロの人形を持って泣いています。あなたならどうしますか。とりあえず近くの人に、あの子見えますよね、と確認。それ必要。こわ。確認。それ大事。こんなバイオハザードは嫌だ。3位、回復がない。2位、武器が素手だけ。1位、ゾンビをやるたびに、ゾンビの過去の楽しかった記憶が流れ出す。嫌だ。やりづれえよ。やる気なくすわ。めちゃ笑った。私たちはもともと西の村の出身なんだよ。魔物に襲われて。むしゃくしゃしたから東の村を襲ったのさ。カースト制度の始まりであった。性格悪すぎ。ラスボスここにいました。声出して笑った。笑を何個か付け加えて台無しにしてください。レイ、結婚してください。クリリンのことか。私の戦闘力53万です。父さんにも殴られたことないのに。こんな時どんな顔したらよいかわからないの。笑えばいいと思うよ。ちょっとすいません、ここ通りますよ、とカップルの間に割り込む遊びを繰り返してたら、急に死にたくなった。
なんかとてつもなく共感できるし泣きそう。2枚目の顔。そのゲームは我に返ったら負けだぞ。悟った目してるわ。ラシャベリア女子 FM 新ムー。好きな AV 女優の話題で盛り上がってたら、いつもおとなしかった留学生のチャパダくんが自国ナンバーワンの女優名を言ってきた。くそ。チャパダ。名前がずるい。ラムーでいいやん。筋肉昔話。おばあさんが川でハムストリングスを追い込んでいると、上流から切れてるよう切れてるようと大きな大臀筋が流れてきました。やかましい。どんな状態だよ。なるほどわからん。ハッスルマッスルブギってのがあってな。飛び出せ動物の森の対義語引っ込んでろ人間砂漠、みたいな対義語を考えて。おむすびコロリン。サンドイッチ直立不動。綺麗なサンドイッチだね。直立不動はずるいわ。おむすびの対義語がサンドイッチって。コロワリー。女子トイレの一番奥の個室を3回叩くと花子さんが来る。では、5回叩くとどうなる？3回目で現れた花子さんを、2回叩くことになる。わろた。撃退。確かにな。なるほど。イエス・キリストは茨の冠を被せられ、十字架にかけられてもなお諦めず、最後の力を振り絞りこう言い切った。刺激が足りない。ド M だな。ド M の鏡。そういう趣味だったのか。ご褒美だったのか。毎朝起きるたびに、私は最高の喜びを感じる。サルバドールダリである、という喜びを。そう言うとダリは。ああ、ダリーと二度寝した。くだらん。ヒゲすごいな。笑っちゃう。アホや。この戦争が終わったら結婚する、田んぼの様子を見に行ってくるに続く新たな死亡フラグを立ててください。近いうちにまとまった金が入る。笑った。終結。サスペンスの囲り。生き残れば完璧ですな。お母さん、俺お母さんとやりたい。エッチ？一人でやりきれるの？真剣ゼミ中学講座保健体育。この年は応募数が例年の100倍だったという。元ネタめっちゃくっちゃ知りたい。エッチ？じゃねえよ。性教育な。10人に1人くらいは伝わるあるあるを教えてください。正解の確信を持って手を挙げたが、他の人が当てられ実は自分の答えが違っており命拾いした。ある。爆笑。めっちゃあるわ。その後心臓バクバク。宿題やったの？やりたくないめんどくさいし、やんなきゃ先生に怒られるでしょ。家族みんなの血液型を調べるんだって。宿題、絶対やっちゃダメ。うまいな。かわいそす。衝撃の事実。複雑なのね。B、知ってる星つくやつね。A、でもおかんが言うにはそのアプリは、社会で役立つらしいねん。逆にボケてやないか。B、ほなもうちょっとなんか教えてくれる？ A、おかんが言うにはそのアプリ使ってると5分が待ち遠しいらしいねん。B、ちゃうな。旅行先で残念な気持ちになること、ホテルが駅から行きづらい、観光地がイメージと違っていた。コナンたちがいる。この中の誰かが丸される。片平渚、船越英一郎も危険。残念というかやばい。宿泊先変えたら金田一が。会社の女性社員たちが、俺のことをキモい、と陰で噂しているらしい。もしかしてだけど、もしかしてだけど。キースーしてもらいたい農薬なんじゃないの？ポジティブやな。言われたそばから。ある意味すごい思考。本家よりイケてるで。親孝行ってお父さんやお母さんのお手伝いをすることなのかな。一番何をすれば喜ぶだろう。そっと聞いてみた。一番いい親孝行は、夜早く寝ることなんだって。あ、そうだぞ。結局ね。ベストアンサー。ゴローン、岩石ポケモン、山道をよく転がっている。何転がってんの？マジうざいんだけどといったバリ雑言があろうと一切気にしていない。ゴローン先輩。このドヤ顔腹立つわ。メンタル強すぎわろた。さすが元祖岩タイプ。一番マジかよ。って知識書いたやつが優勝。ハバネロと、粘菌と、熟し。一見何の関係もない言葉だが連続して読むとある漫画タイトルが浮かぶ。すげえ。笑った。ガチで笑った。知識じゃねえ。誹謗中傷をなくすために私たちができること、素晴らしい意見を募集してます。誹謗中傷する奴が立ち直れなくなるまで、バリ雑言を浴びせる。
永遠ループで草。目には目を。結局何も変わってない。本末転倒。A 型の人と B 型の人が仲良くなる方法。俺は A 型、妻は B 型。うまくやってるぜ。料理や掃除も俺がかなりやるし、犬の散歩やシャンプーも俺だぜ。腹立ってきた。あ、なんかいいな。大変ですね。自分で言ってるやないかい。和歌山ってどうやって行けばいいんですか？まずは群馬で弓を手に入れないと、門番すら倒せませんよ。あそこに行く気か？群馬人である俺でも吹き飛ばされたのに強く、生きろよ。てか群馬に入る方法教えてくんね。まあ、群馬から生きて帰ってこれたらの話ですがね。ひどい。昔話を話の途中で強引に終わらせてください。トントン、誰だい？昨日助けていただいた鶴です。そう言うと鶴は元気に飛び去っていきましたとさ。めでたしめでたし。バリはロタ。飛び去った。報告だけっす。何しに来た？熱中症の予防法4か条、こまめに水分補給する。性別と服装が変わるまで寝る。外では帽子をかぶり、直射日光を避ける。室内ではエアコンや、扇風機を上手に使う。わろた。来世。何の効果だよ。なんで変わるの？よくある質問。ボケてってボケるの無用？お題出したりするのも無用？はい。広告掲載型で運営しているので、恥をさらすのは無用です。浮いたお金は他のところでお使いください。めっちゃシンクってるわ。言い方。なぜバレた？マジレス禁止。背中合わせでのしゃがみ跳躍。最初はゆっくりと立ったり座ったりする。慣れてきたらその場でしゃがんだ状態で跳躍。さらに飛びながら一周。最後には。完全に一体化。この世の全てを破壊する怪物とかす。笑った。謎。どんな合体だよ。一体化すんな。ホトトギス俳句、織田信長は、鳴かぬなら殺してしまえホトトギス。徳川家康は、鳴かぬなら泣くまで待とうホトトギス。じゃあ、さかなクンは？鳴かぬなら僕が泣きますギョヨヨヨヨ。本当にさかなクンならこう言いそうだな。あれ泣き声だったんか。脳内再生が容易すぎる。確かにこれしかない。最も信用されないセリフベスト5。愛はお金じゃない。行けたら行く。怒らないから言って、ここだけの話だけど、1位。大切なお知らせ。ナショナルの大切なお知らせは、大切だった。こう見ると、嘘つきの殺し文句みたいやな。この動画を閉じると二度と現れません。嫌な予感しかしないやつ。面接入室時のマナー、ドアを2回ノックします。応答がない場合は再度ノックします。それでも応答がない場合は、大阪やアーケン会コラーと言ってからドアを開けます。2回ノックはトイレの空室確認では？どっちがヤクザかわからんやつ。やっぱ本家が一番。面接官はそれが面白くてわざと応答しないんやな。ぐへへ。はるか。いいだろ？やめて。誰か。助けてー。はっはっはっ叫んだって誰も来ないぜ。やめろー。か、かずや？な、なぜ？どうしてここがわかった？ぐへへたけるいいだろ？マジかよ。マジかよ。いいけど。修羅場だ。はるかもはやかやの外。自分のボケに星がつかない言い訳、レベル。1、タイミングが悪かった、レベル。2、いつもは面白いんだよ、レベル99。お前らの見る目がない、つまり俺は悪くないし俺のボケは超面白い、レベル9999強。笑いすぎてボタンが押せないんだな。前向き。そういうことだったのか。その発想力なら星つくだろ。わかるわ、ほんと俺は悪くない。崖ドン。あかんやつや。その通り。船越さん出番です。船越、呼びましたか？玉手箱を受け取った瞬間開けるかね。もう言うな乙姫。道連れ。巻き添え。センスあるな。巻き添え食らった。ベッドとベッドの違いを教えてください。金をかけて夢を見るか、布団をかけて夢を見るか。うまい。良いね。順番が。順番が惜しい。じゃかましいわ、髪の声を聞き流した乙女。わろた。聞き流し。じゃかましい。右から左へ。あなた。カビルンルンでしょ、許せないわ。バレたか。バタコさん。許せないわ。カビルンルン。変異株。我が輩。カッカ。ちょっとかわいい。実に秀逸。食事中のスマホはやめなさい、だって。
今この株売らないと損するんだよもん。やってる。だよもん。あのな、狙ったのか？関取は仲間を呼んだ。やべえって。クソワロタ。払いたい。野生の相撲取りか。名作を複数組み合わせて名作にしてください。風の谷の崖の上。一体感。ここどこ？ワロタ。結局どこだよ。楽しかったー。運動会、運動会。絶対噛まないと決めた修学旅行、修学旅行。やめー。はい、早速。一度馬顔。これはうまい。あ、二カメか。これはうまい。首だけ。ブフってなった。シンプルで好き。人気ゲームのタイトルを少し変えて、圧倒的なダサく感を出してください。オカマたちの夜。カオス。声出た。想像つかねえ。ちょっとやってみたいわ。お前カメに負けたって？ひでえ。鬼畜。ブラックだな。ひどくて草。観客を煽って、エビとか、カニとか叫ばせてたら、甲殻類アレルギーの対戦相手がかゆみで繊維喪失した。発想。先制攻撃。めっちゃ面白い。エビカニエビカニほう。鼻がかゆい。余裕やな。そっちかよ。辛い。そっちかい。なれなれしく俺に触るんじゃねえ。くーん。かわいい。キャップ。テンポいいな。画像がウケるわ。ダイソンに吸われそうになってる力士と耐える力士。ウケる。やばい。一体何が起きた？ダイソン強え。火事だー。叫びながら走ってきた人がこけた。うまい。頭打ったな。一回転したのか？見事なこけっぷり。耐えろ、閉店まであと少しだ。耐えて。わろた。喋ってる。ものすごい応援されてる感。ねえねえ、さよならエラーってどんな気持ち？ひでえ。まさに鬼畜。最高やろう。どう？どう？今どんな気持ち？金玉触るんじゃねえよ。勢い。そりゃ怒るわ。普通に増えた。サンタさんおこ。お前は予算ギリギリで作られた怪獣だというウルトラマンの精神的攻撃に必死に耐える。受ける。やめろや。聞きたくない。表情やめろ。さよならパトラッシュ迎えが来たみたいだ。いかつい。天使って。わろた。パトラッシュごっついな。昔、無理して高い歯を出そうとして息絶えた父に捧ぐ。わろた。ファロタ。右上の顔。歯で絶命。電車を待っていたら何者かに押された。耐えた。シュール。耐えた。あっぶねえ。誰だよ。バイト募集中、仕事内容、ひよこ選別、時給、5000円。親鳥の攻撃に耐えながらの作業になります。増えた。親同伴。閉じ込めとけよ。うちの子に近づくな。尻尾触るのは良いけど持ち上げて肛門みんなや。ごめんなさい。みるみる。怒ってるよ。匂いも嗅ぎます。芝のチクチクで高い。弱。雑魚すぎ。そんなバカな。超巨弱体質。高い高いの途中で知り合いに会った。あぶね。捨てた。もはや飛んでる。放置。やめろ、そっちも3分しか耐えれないんだ。はや。くだらねえ。下ネタかよ。やめなさい。なしてそんなことすっぺさ、オラが田舎もんだからっていじめるのなんて呼ぶね。方言。面白い。そわろた。なまりすぎや。気難しくて、冷淡で、自己中心的なクソ野郎だ。転校生を紹介する前に担任がぐんぐん株を下げてくる。株？これはウケる。入りづれえ。クソ野郎。氷菓子と氷菓子の違い。ガリガリ君か牛島君。うまい。納得。それな。答え出たね。田中から借りた AV が序盤からヤバい匂いしかしない。それな。ヤバいヤバい。もうそれにしか見えない。どんな内容だよ。二人が六、伝説を継ぐもの。いいね。どんなんだよ。伝説を継ぐもの。こんな伝説継ぐな。ヒット殺し、ヒット殺し。わろた。うめえ。手拍子。ノリがヤバい。帰宅部なんですが、なんとしても全国大会に行きたいです。先輩方アドバイスをください。行きたがるのは二遊、本物は帰りたがる。名言やわ。重みがあるわ。すげえ説得力。確かにそうだな。畜生どうなってやがる作戦が筒抜けだ。この中に札のない通者がいるとしか思えない。いた。ポリス。泣いてえ。背中背中。
引率のくせに移りたがる先生。わかる。いるいる。これはやばい。ノリノリだなおい。夏の終わりに人の抜け殻を見つけた。ホラーかな？似てる。力尽きたのか。抜け殻意味深。化け物目これでも食らいやがれ。増えた。顔とセリフが。やる気満々の顔である。何してんだバカ野郎。てめえハンドルとか前輪とかいろいろ返しやがれ。わろた。腹筋死んだ。爆笑。自転車だったか。工作大好きおじさん。正解。大体合ってる。ワクワクさん。間違っちゃいない。もしかして自分だけ？って思うあるある。USB に挿すとき1回目失敗して逆にして挿そうとするけど入らず結局1回目の向きが正解だった。ある。これはわかるー。さっきあったわ。めっちゃ共感。パン買ってきてって言ったのよ。パンク化してきてどうするのよ。うるせえ。長生きしやがれババア。いいやつか。最高にいい。すげえ良い。くっそかわいい。いえいえいえ。スネークが突発的に叫び出すという最高難易度。無理ゲー。わろた。加工がひどい。もはやスネークではない。住人に一人食らうは伝わるあるあるを教えてください。ムンクの叫びをムンクの叫びだと思っていた。確かに。わかる。そうなの？違うんだ。貴様も調査兵団か？増えた。わろた。兵長。イケメン金太郎。こんなの誰も使わない百均の便利グッズ。切れ味抜群洗濯バサミ。意味ねえ。ビッビビリ。もはやハサミだろ。びっくりするほどいらない。そして狼にとどめを刺す四男。怖い。わろた。画像なんやねん。真打ち登場。叩いてかぶってじゃんけん大会。第14回大会優勝。十字架イサム。叩けよ。銃かよ。ルールねえのか。もはや、関係ない。かなりの寒がり。暖かい。叩いて。焼かれるぞ。火力が弱いわよ。目が覚めましたか。始めますね。なんでだよ。ダメだよ。鬼か。いやいやいや。市場のセリがサビに入った。発想。これ好き。これは秀逸。むしろ聞いてみたい。ランナーと審判がカモメの霊に憑依される中、黙々と湯切りを続ける元ラーメン職人のショート。カオス。湯切り？役わかんねえ。どういうことだよ。はっはっは、さらばだってかっこよく去ろうとしたら、ジェット噴射を逆につけてた。はっつ。かっこ悪。膝で耐えてる。くっそわろた。こんな飲食店は嫌だ。最近手を洗い始めました。最悪。ごめんだ。やばいから。来たねえ。微分がわからん。微分は積分の逆だ。積分わかんねえよ。真剣ゼミの前振りが荒い。増えた。わろた。ワイルド。見てみたい。何もすることがないので尻を触る。おい。顔が。なんでやねん。しれっとね。もうすぐ高い五輪銃。ポジティブ。払いたい。集中戦やめろ。なんか楽しそうだな。手、貸すよ。ありがとう。かわいい。気が当たってる。手を貸してほしい。寝かせねえよ。わろた。やめてやれ。寝かせろよ。寝れなくなってきました。に、逃げろ俺の体が、博士太郎に乗っ取られる前にてってって入れてってってって入れてってって。手遅れ。博士。シュール。乗っ取ってどうすんのこれ。ゆかせはしない。私と出くわしたのが運の月。何歳だよ。怖すぎ。へえ。謎の強者感。募金の時に放つとかっこいいセリフ。3位、財布ごと入れちまうか。2位、箱がちっちゃいよ。1位。ちまちま集めるなよ、かせそう言うと、募金箱を取り上げ、俺に任せな増やしてやると言って競馬場へと入っていった。やめろ。不安だな。なんてやつだ。アホの発想。どっちが家事するか早打ちで決めることにしたけど結局勝った方がしなければいけないことに気づく。わろた。勝負すんな。膠着状態。いい歳して何やってんの。一人だけ、家事だと聞かされてきた消防隊員。泣くな。かわいそ。そりゃ泣くわ。いじめちゃうか。あなたの風邪はどこから？俺は肩から。肩かよ。来るか。それ風邪じゃねえ。厄介な風邪だな。100円の価値もないお父さん。100円。ひどいよ。ひどい言われようでくさ。どんな父親なのか。
たかし、お前が部屋に引きこもってゲームをしているとき、アフリカの子供たちはどうしていると思う？お前の価値観で勝手に貧富を決めんなよ。あの人たちはあの人なりに普通に生活してんだよ。それな。と正論。いや笑った。それなと言いたくなる。若き子。ツボ。増えた。笑える。予想の斜め上すぎる。じゃんけん大会、決勝まで勝ち上がってきた相手を見て、本当にグーで勝てるのかパニックになった。怖いな。爆笑だわ。オーラがすごい。納得です。もうマサラタウンを出て30年ですからね。次こそ勝ちたいです。サトシ？老けすぎ。もうやめたれ。リアルすぎ。V 型8気筒エンジン。V8 って。笑った。乗りたくねえ。冷却水多すぎ。宮川大輔アローラの姿。増えた。くっそ。すっげえわかる。南国感あるわ。ぶどう狩り、みかん狩り。目立ちたがり。一本。うまい。小学生か。育ち盛りだな。本当に崖から落とすなんてバカじゃないの？ごめんって。言ってそう。すごい怒られてる感。これは言ってるな。コミカルなおじさん。わろた。シュール。あら素敵。ぷくってなった。未だに許せないこと。カビキラーの容器にカビが生えていたこと。ええ。なんだそりゃ。掃除しろよ。容器は関係ないっつーの。はずれ。大学の合否判定が軽すぎる。わろた。吹っ切れそう。次行けそう。ハズレはおかしいやろ。亀をいじめるのをやめなさい。やだよ、バーカ。いじめるなら私の亀をいじめなさい。すいません、帰ります。下ネタかよ。カオス。出すな。とりあえず服着ろ。おいらは既婚者だぜ。間違えて借りてきた、既婚者トーマスがそれはそれはつまらなそう。まぬけ。それはそれは。逆に見たいわ。ツボにはまりそう。心をなくすと書いて、棒、みたいなことを教えてください。信者と書いて儲かる。納得した。うまい。信者。なるほどなるほど。おでこかゆい。耐えるんだ。切ない。書けない。むっちゃ我慢してそう。エアマックス狩りにあって約20年。もみじ狩りでようやく俺も狩られる側から狩る側かと黄昏れた帰り道で親父狩りに会う。すげえ。発想。波乱万丈。センスありすぎ。崖の上船越英一郎じゃね？ロケ地かぶりましたね。笑った。笑った。強く良い。まさかの崖かぶり。露天風呂。露天風呂ブロブロロロロ。くそ。なんだこれ。これはずるい。中身がなんもない。松本、アウト、浜田も笑ってたやん。似てる。おもろ。そっくりさん。めっちゃ言ってそう。面接にて、あなたの趣味は何ですか？株ですね。御社の株の 74% ほどを所有しております。合格。オーナー。大株主。筆頭株主やん。乗っ取ってやがる。せっかく貞子さんが女友達を集めてくれたんだから恥ずかしがらずにもっと自分を出していった方が良いと思うよ。シュール。いいやつ。なんかなゴム。どんなコミュニティ。12月19日土曜日。これはノーヘルという判定だった。これ以上何をかぶれば？なんで？下に変わるのに。斬新。バイクに合うな。テスト勉強してたらバリバリやってる？バリだけにと言いながら母がドアを開けて閉めた。めっちゃドヤ顔。言いたかっただけかよ。母ちゃん。閉めた。その名前でも得るものもあるだろうに。あえて左をネタにしないとこがいい。左のが気になるわ。ビオにしか目がいかねえ。コメ欄が予想通りで、ボケ主かわいそう。スイカ割れないというユミちゃんのために、元彼の写真を貼り付けておいた。こやつ粉砕しよったぞ。ユミちゃんマジ怖。途端に上がる命中率。ユミちゃんの表現が目に映る。そのエロ本おすすめだよ。うるせえ。進めるのやめ。やめろ大声で言うな。これは売れる店。天国のじいさんまだあんたを呼んじゃいないぜ。この爆弾は俺らで処理するばあさん達者でな。かっけえっす兄貴。人の爆弾盗むなよ。普通にめっちゃいい人。だったらいいな。セイロガンの押し売りがしつこい。このラッパの音だけで行きたくなる。匂いもプンプンやで。これはしつこい。ラッパのマークか。吸い殻。やめてくれ。ダメだ、もうそれにしか。読み方ねじ曲げた。じわじわ来た。
紛らわしいことを言ってください。紛らわしいことってボケるのはなしです。こならわしい。その手があったとは。こな。確かに紛らわしい。一瞬わからなかった。満足率99の旅館残り1の不満とは？おかみのギャグ。ボケてみんかな？宿泊客に祝福ギャグ。いつでも苦笑いの客。それは確かに客が辛い。逮捕。元気いっぱい、三等書記官山田晋也容疑者。逮捕。くさ。やばい。笑い止まらん。パンダちゃうやーん。クマー。まあ漢字でクマ猫って隠し。誰がパンダ言うたの？パンダはクマの仲間だからパンダなんだよ、暴論。危なかった、敵の弓。紙一重でかわしたよ。刺さってる。当たってるというか外れてるというな。嬉しそうなのが可愛い。危機一髪。これのエルください。破るな。これは耳大喜利らしいいい回答だ。なぜに目の前で破ったんだい。俺のお茶返せ。腹が減るとやたら念を送ってくる。いい顔してます。飯くれ飯くれ飯くれ。なんだこのカツオ節のイメージは。くそ、脳内に直接。お前も何かやれよと思う人。スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。実際、割とご近所散策なさっただけのお方。ご老体に無茶言うなし。たまに杖で縛いてるから。許して差し上げて。おめでとうございます、短気な男の子です。目が険しい。いい顔だう。かわいいな、眩しいんやろ。顔で判断するな。私の友達7人の中に、3組のカップルがいます。もう、残り1人とお前で付き合えや。後々めんどくさくなりそう。なんとも言えない。ちょっと気まずい。こんな可愛いのに胸ぐら掴んでグーンってしてくる。グーン。グーンされたい。つえー。AI 作品と見破るから。こ。鶏のライブ。アンコールで産卵。打ち上げはケンタ？案外楽しそう。逆に見てみたい。若返ったけどババアの時の押し方の癖が抜けない。服、ダサくね。ばあちゃん、若い頃は可愛かったんやな。そこは若返らんのかい。わろた。胡椒を取りに来ただけなのにチェッする羽目に。腹減った。全部ペッパーミルに見える。断りなよ。楽しんでって。犬の散歩に袋を忘れた。うんちゃ。湯気で取るやん。汚ねえ。なんとかして持ち帰る飼い主偉い。一生に一度使うか使わないかくらいの言葉を教えてください。結婚してください。武田鉄矢が昔101回言ったとか。に、3回使う人もいるね。墓場まで。一回で幸せになれることを祈ろう。街並み霊。偶然でもすごいな。ピンポイント観光地やな。ボケより画像な。AI 画像やで、けどなんて名前の AI かは知らん。あんなやつ猫じゃねえんだよ。まあ、こけしだよね。ネズミだって耳しかかじらなかったのに。言い分はわかるが。そう、タヌキだ。なんてひだの上品な言い方。なんてひか調べてくださいます？ミカさん。あらやだお上品。ミカさんはずるい。ファビュラス。これは。陰口はなぜ遠くまで聞こえるの？地獄耳の人が多いからやな。ネット時代だからね。ほんとそれ。噂の速度は時速 2.18km。音楽室に貼っておいたら5年間誰も気がつかなかった。バッハ系かな。一体誰やねん。モノクロにして校長室にも貼ろう。5年も？はっはっは、こんなもんうちの嫁に比べたら可愛いもんだぜ。どんな嫁だよ。地震か雷かじかない。どんな顔の嫁やろな。やーに続く人材が発掘された予感。美容院のビフォーアフターがわかりにくい。別人みたいって本当に別人だ。とりあえずうるさい客を黙らせる効果はありそう。防御力がさ上がった。確かに。亡くなった愛犬を思い出すが、吠えられた記憶しかない。切な。片思いだの。犬の顔よ。そやなく。焼きすぎて破裂したウィンナーが脳裏から離れない。擬人化してるし。ウィンナーお前、焼き方下手すぎんか。もうパリってしない。この完成が欲しいです。本当に幸せなら、手を叩いたりする必要はない。態度で示す必要はない、と。それなすぎる。ダメでしょ本当のこと言っちゃ。キューちゃん聞いてる？出ています紫外線。口封じすること。事故はなかった。いいね。グキー。
首がありえない方向に。死人に口なし。UFO に書いてたら嫌なこと。求人バニラ高収入。宇宙人ボイスで。バニラバニラ。音声付き想像してしまった。確かに嫌。いいえ、この手は貸せません。では、そのお体を貸したまえ。もう振り倒して差し上げよう。だけど、チュール一本なら少し貸します。かわいい。足ですから。日曜のママみたいだね。パパがいないときいつもこう。パパそれ、ママには言わない方がいいぞ。平日昼間も。察し。座敷わらしが思ったより洋風だった。座敷っぽくないような。お前もな。寝てる人も洋風だからいいやん。なんかムカつく。東北は大体こうよ。二人一組でやるんやな。おめえレズうつうめえな。なんだ。おら、レズサウツベ。あ、俺俺。俺だけど。ばあちゃん仕送り足りてる？人は見た目が 100% じゃないレイか。ばあさんが詐欺師の場合か。なんだ、本物か。いいやつ。僕らは友達だよ、ナゲット。なんでそんな名前つけたの？まずは育ててから。調理後の名前だな。猫には塩がきつくない？美味しいけどさ。将来は食われるんか。黒魔族のカーテン。魔法使いの力が上がると。思うなよ。まあバニラカードだから効果はないよな。つまりただのカーテンじゃねえか。急に辛辣。攻撃力が600あるカーテンってなんだよ、から見つくんか。お題、なんか呪文っぽいことを言ってください。ニンニク野菜油マシマシ。野菜もマシマシじゃヘルシーやな。臭そう。油かたぶらめ。ある意味そう。こんなデスノートは嫌だ。羽と目払いか基準が違うと認識しない。相当字が下手くそだとあかんのか。細かい。書道の達人がようやく扱えるレベル。いつも赤ペン先生が待機しとるで。お年寄りは、いたわりましょう。空手は、いたわりましょう。シンプルイズベスト。うますぎ。天才かよ。元ネタも知りたいわ。吉田沙織、ごめん、消しゴム忘れちゃった。貸して。貸さなかったらものの数秒で俺が消される。二度だけうまい。これは脱帽するレベル。考えてる暇あったら早く貸した方がいいですよ。指でも消せると教えてやれ。兄は夜更けすぎに、雪へと変わるだろうの、解説。歌に乗せるとやばい。好みすぎて。こえ？画像はロタ。主は言いました。次もそうめんって言ったら今度は右目をえぐるからな、と。貼り付けの上内臓をえぐられるよりはええでな。左の目をえぐられたら右目を出しなさい。無慈悲。こえ。キティちゃんのみ。失殺人事件を出かけへん。安全絵本。だからセコム監修なのか。キュートな顔してなんつうことしとん。お出かけ編で笑い転げた。他のも見たい。バカの援護を考えてください。ブン。ガラガラの喉で言うしかねえ。これでバカが NNG ワードになっても安心。確かに隠れてはいる。読み方は？あ、どうも。おいっす。意外にフレンドリー。こちらこそ。礼儀正しい鳥だ。ニックネーム募集中。いちごカルピス製造機。やめろ。口から出すんかい。作る方かよ。こんなの飲みたくない。信じてくれ、俺には毒はないんだ。まず何者だよ。毒なくてもいや。信じられん。それ以前の問題や。多くの廃人を生んだ古代兵器。初代のソフトもできるのが嬉しい。お久しぶりです、古代兵器さん。いつか歴史の教科書に載るぞ。やっぱこの機械怖いわ。わさび、まだバレてない、ニベア、私も。うんち、バレた。連鎖してバレそう。そらそうよ。一番バレちゃいけないやつがバレたな。匂いかな。名探偵明智小五郎。ふはははは、機種変更のご相談の方は1を、契約内容のご相談の方は2を押してください。笑ってんじゃねえ。キャリアどこよ。かけた人困ってるって。黒電話の機種変更。なんだ、フリーザ？こんなところに呼び出して、ほっほっほ、実は少し相談がありましてね、オラに相談。なんかあったんか？実は気になる人ができてしまいましてね、悟空。クリリンのことか。違うと思う。なんだろそれ、なんていうか反則。あ、そっちだったんすね。それ言わしたいやつやろ。変なおっさん倒したらいっぱい手に入った。子供たちの夢をよくも。倒すな。なんてことをしてくれた。お前絶対確信犯だろ。今までなかった。兄の呼び方を。日産。日産。
おっかさんみたいな。マッサンじゃあるまいし。こんなくだらないことでくっそー。昔話にドラクエ要素を加えてください。昔々あるところにおじいさんとおばあさんとあーあがいました。勇者の名前。なんとなくわかる。勇者。ドラクエに限らないけど面白い。柵が盗まれないようにサンダルに繋いでおいた。せめて用途逆。つわものはサンダルごと盗んでいくからな。苦肉の柵。そっちは無理。あったかい布団で。くるまれて東京湾に沈められるんだろうなー。いいな、いいな、覚悟はいいな。冬は最高やな。みんなでサンドバッグ代わりにされる。でんでんでんぐり返しでバイバイバイ。や、丸座が言っても怖くないけど、吉田沙織言ったら怖い言葉。ベンツ転がしてるよ。ガラゴロ。小指でな。転がす物理。転がす違いだろう。多分誰も取らない資格。ボケて検定。検定を取る時間だけ暇が潰せるで。俺、取ってみたいけどな。就職で逆に不利になるらしい。おいみんな取るぞ。今日の飲み会、なんとか嫁に OK もらえたぜ。そこまでして止めようとする奥さん子は。飲むな、血圧上がって失血するぞ。飲み会の前に病院。命がけ。UFO にさらわれたが重量オーバーで降ろされた。頭かいてる。俺デブで勝った。牛よりも重かったという伝説の男。ラッキー。ワンクッション置く。下の犬下せぬ。足から血が。どいてあげて。犬プラス座布団、ワンクッション。OL と OS の違いを教えてください。古くなるということ聞かなくなるのが OL。古くなってもとりあえず言うこと聞くのが OS。ウイルスにやられるのは同じ。おつぼねはほんとめんどくさい。それ、人間全員に言えるで。兄貴ブラックすぎます。ファラオ割って話し合おう。おもろいこと考えるな。アヌビスじゃねえか。クソはロタ。ファラオに何する気だ。人食いグマをできるだけ可愛く表現してください。プーさんのヒューマンハント。ホラーだよ。後からじわり来る恐怖。可愛くないだろ、ふざくんな。頑張った方。ダメに決まってんだろと言わせてください。その雪見大福2個ちょうだい。全部やん。1個でもやだ。あかんに決まっとるやろ。犯罪レベル。スウェーデンに関する完全に間違った知識をひけらかしてください。国民全員がストックホルム症候群である。ストックホルム症候群の意味を分かってなさそうなのも秀逸。犯罪し放題やないかい。どちらかといえば人の人に限定では。つまり、好きなあの子を人質に立てこもれば円満にゴールインできるのか。遭難したが蜃気楼が笑わせに来るおかげで、心は折れずいられる。だが待ってるのは残酷な現実。余分なエネルギーを使うなや。余計熱苦しいと思うが。それが見えてる時点ですでに心壊れてない?103 歳、一人で。同窓会。生命がオフ会。ラストワン。みんなあちこちに行ってしまったんだな。あっさし。飛び乗るぞ。インドかよ。アクション映画か。何考えてやがる。思ってたんと違った。フォーメン。何これ欲しい。うまい。今日はカレーで。バカだから気づけなかった。ニューヨーク、プレゼント企画に数千人殺到。押したり蹴ったり殴ったり。まったりしてる人もいました。温度差。余裕そうだな。それ瀕死状態って言うんですよ。それより、そんなに殺到するプレゼントが何なのか気になる。志村さんと夢で会えた。もし夢で会えたら素敵なことね。ジーン。いい話や。泣いちゃう。ラーメン二郎に関する完全に間違った知識をひけらかしてください。ま、俺はまだラーメン一郎の頃から通ってたけどな。時代はすでにラーメン三郎だぞ。多分あっさり醤油味。存在しない記憶。ラーメン一郎を知らんとはお前もぐりか。俺貴重だった。貴重な人材なのに。落ちるー。ならまだ飛んでないだろ。顔。昔話を爆速で終わらせてください。昔は昔、今は今。おかんがよく言ってたな。教訓を完全否定してて草。よそはよそ、うちはうちの類義語かよ。お母さん早く寝つかせたがりすぎ。私たちの宗教に入れば必ずあなたは幸せになって無事に天国に行けますよ。天国行ってる時点で無事じゃないだろ。土星論すぎ。確かに。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。マジで家に来るよなこういうやつ。作戦を練る、ガンガン行こうぜ、いろいろやろうぜ、呪文使うな。明日にしようぜ。俺かな?こっそり一人で考えるんやな。
それはありなのか。戦闘中でもセーブ可能なのね。人参嫌いの甥っ子に、何とかして食べさせようと、君のお腹の中に小さなお馬さんがいて、お腹を空かせているから、人参食べようと言ったら、馬を取り出してくれって泣き出した。鹿が残るけどいい？思わず薬。馬と鹿ってことね。これは面白い。仕方がない。UFO2 台なんですけど、駐車場止められますか？ OK ですよ。地球のルールに合わせるええやつやな。これは言ってる。車止めるとこに、未確認飛行物体を。防犯対策した玄関を残して全部盗まれた。いや、どこに家建ててんだよ。車上の楼閣だったな。家を盗むやついるんだな。これは天才。ダメに決まってんだろと言わせてください。お父さん、娘さんをもう一人僕にください。潔い。そりゃダメだろ。新たなジャンルを作るな。ドメスティックな彼女という作品があってだな。アニメの名前を一文字変えて、別のアニメにしてください。レイ、金色のガッシュベル。断食のガッシュベル。ポパイファミリー。ポパイ、オリーブ、ブルートまでしか思い出せない。あーにゃ、ほうれん草、好き。ほうれん草めっちゃ出てきそう。なんか、ストーリーとか全然覚えてないな。ビンビンをつけたら面白いタイトルや名言。ミスタービンビンビン。おもろいわら。クソッコンなので。増えた。ずるいわ。ハーバー科学者、ユダヤ人への偏見から逃れるため、ユダヤ教から。西川貴則に回収した。どういうこと？ミュージックカモン。生足魅惑のマーメイド。回収レボリューション。最も信用されないセリフベスト5。愛はお金じゃない。行けたら行く。怒らないから行って。ここだけの話だけど、1位。大切なお知らせ。ナショナルの大切なお知らせは、大切だった。こう見ると、嘘つきの殺し文句みたいやな。この動画を閉じると二度と現れません。嫌な予感しかしないやつ。私たちはもともと西の村の出身なんだよ。魔物に襲われて。むしゃくしゃしたから東の村を襲ったのさ。カースト制度の始まりであった。性格悪すぎ。ラスボスここにいました。声出して笑った。旅行先で残念な気持ちになること、ホテルが駅から行きづらい、観光地がイメージと違っていた。コナンたちがいる。この中の誰かが丸される。片平渚、船越英一郎も危険。残念というかやばい。宿泊先変えたら金田一が。一ボケ一星で1円もらえたらいいのにな。時給12円。私だったら今頃1億ぐらい。普通に働いた方がマシ。時給を増やそう。全然稼げなそう。ちくわを選択して草台。じわじわ来る。な、難易度高いな。ゲスタルト崩壊。すべてが違う。あなたが天才だった頃のエピソードを教えてください。受精した。ほんま命がけだったな、あの頃は。生存競争の化け物。それ以上なことないよな。5億分の1の天才。すいません、シート倒してもいいですか？思いっきり倒してください。こっちおいで。いいよ。お膝に座る？筋肉昔話。おばあさんが川でハムストリングスを追い込んでいると、上流から切れてるよう切れてるようと大きな大臀筋が流れてきました。やかましい。どんな状態だよ。なるほどわからん。ハッスルマッスルブギってのがあってな。渋谷スクランブル交差点。正岡式が配置され英語も交えながら注意を呼びかけ。何歳だよ。さすがベースボールの俳句を読んだ人、英語は得意。似てる。よくぞ気づきましたね。一文字間違えると、とんでもないことになるヒット曲。もう薬なんてしない。もう薬なんてしないなんて、言わないよ絶対。薬って読むんやろな。したぜん。二回目ですが、何か？ボケテミンの構成比率が血も涙もない。え、こんなに女子がいたの？そうでもないで。無事し。これ赤いところ女子のふりした男子だからね。おまわりさん。アックスボンバー行くわよ。本当に落ち着け。ただのキチマルやんけ。おまわりさん冷静。破壊力ある。こんな流しそうめんは嫌だ。竹にとうとうのロゴがある。伝統。とうとう進出、流しそうめん事業へ。嫌だな。食べつらいよ。シャウデイック。世紀末、悪い奴には、霊がシャウ。世紀末病がまだ治らん。時だったらもっと嬉しかったな。シャウ。ラオウステージ。
この後展開がひっくり返される。お好み焼きだけに。展開物理。もったいなくて食えねえ。裏の攻撃。似てそうな芸人山ほどいるのに、これと言って名前が出てこない顔。お笑い芸人の平均顔か。ワクワクさん、聖夜にも似てる？未知構成でしょ。個人的にはパッと見は金婚の梶原さんでした。ご主人が負けそうになると、毎回突っ込んでくる。インチキすな。しつけがしっかりしてる。強制入局。そんな風に突っ込んでくるのか。阪神ファンに関する完全に間違った知識をひけらかしてください。巨人を一匹残らず駆逐したいと思っている。こんばん、その結末がついに。おもろい。いや、合ってると思います。なるほど。セルゲイ・ラフマニノフ、ロシア生まれの世界的に有名な作曲家、ピアニスト。手がとても大きく、インドまで届いた。大きいな。インド人もびっくり。すごいなセルゲイ。普段どうしてるんだ。この、星がつかない時間帯に最高のボケが浮かんでしまう現象を何と呼びますか？時差ボケ。模範解答すぎる。うまい。海外からしていたのか？午前0時36分。難しいカタカナ語を、知ったかぶりで使ってください。レイ、今日の晩ご飯はアライアンスの煮物だよ。濡れた手でコンセンサスと危ないよ。うま。ほぼ合ってる。違和感なく使える。もうこれ正解でいくない？早く抱いて私をめちゃくちゃにして。腹話術って面白い。闇を感じます。ひどすぎるやろ。ババアでいいんか。何を言わせてんねん。次の師匠はこいつです。すごくいいと思います。もう人間じゃダメか。猫の手借りたい所存です。今より国が良くなるな。パンがなければ、みんなで作ればよいじゃない。優しい。作りすぎな。革命開始。ギロチンにならない世界線。男の五大臭、汗、タバコ、大臭、カレー臭、焼肉。焼肉？焼肉？提案していこう。焼肉は男の香水。男なら焼肉に行けという制作者のメッセージ。何その焼肉は男の食い物的な感じ。汗と体臭とカレー臭って一括でよくない？イライラするときってどんなとき？サランラップの端が見つからないとき。コロコロの端も。セロテープもね。クレラップやポリラップではさほどイライラしないのね。わかるわ。水かかっちまった早くお湯を探さねば。実写版か。ランマ懐かし。若しなよ父。現場。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。